深井龍之介は、日本の実業家。株式会社古典代表取締役 CEO、株式会社、ウェルモ社外取締役、フロイデ株式会社非常勤取締役、株式会社オルターブース非常勤取締役、株式会社リーボ経営顧問、株式会社、ジョイゾー社外取締役島根県出雲市出身。九州大学文学部社会学研究室。 九州大学在学中に、K、軽音サークルで、女性ボーカルに、そんなに下手なのに、何を目指してボーカルやっているのと尋ねて泣かせる。卒業後、株式会社、東芝の半導体部門経営企画に配属。その後株式会社、リーボに、取締役として参加。事業計画立案、資金調達、採用、サービス開発など幅広く経験する。 2015年株式会社ウェルモに CSO として参加、社員2名から60名まで拡大し、2017年10月以降は社外取締役として経営に参画。2016年2月に歴史領域をドメインとした株式会社個展を設立。世界史のデータベース化事業を主軸にしている。ニュースピックスによるインタビュー記事で歴史は自分。 他者をより深く理解するための最高のケーススタディと語り、多様化した選択型な迷いの時代において物事を多面的な視点で捉え何かを決断するときのサポートになると考える。日頃からソリューションによりすぎない人文学的な思考を大切にしており、哲学や社会文化人類学にも通じている。インダストリーオ o クリエーションサミット京都2010の カタパルトグランプリにおいて最終登壇者として約20分間世界史のデータベースの意義について語った。趣味はエレキベースゲーム、旅行。国内では温泉に、海外ではその土地の姿勢の人の暮らしを知ろうとするなど、社会文化人類学的なアプローチで旅をしている。2018年より、ポッドキャスト番組、歴史を面白く学ぶ古典ラジオを開始。 ジャパンポッドキャストアワーズ2019にて大賞を受賞したほか、共産のスポティファイが選ぶ、スポティファイ賞もダブルで受賞した。ありがとうございます。